泊まり、この四日市フォークジャンボリーの会場前にお集まりの約1800名ほどの皆さん、四日市のお祭り男相葉浩二です。またの名前はですね、コチャっていう名前で FM 四日市ポートウェーブ 76.8 ではですね、週に 5、6 回ぐらい飛び出てくるんで、コチャっていう名前で聞いたことがあるかもしれないですけど、単なるおっさんです。はい、先ほど紹介にあったお祭り男っていうのはね、これ話しだすとずっと話をしてですね、一曲も歌わないうちに終わっちゃうんで、まあ簡単に言いますと、はい、そうですね、四日市のね、第四日市祭りとか秋の四日市祭りのですね、諏訪神社の方から出るおみこしのお諏訪みこしっていうのがありまして、それの保存会の実行委員をですね、まあ、30年ぐらいずっとやってて、でまあそれ大体4月ぐらいからずっと毎月会議とかあって、まあ、年がら年中そういったことに携わっているのと、こういうライブでね騒いでるんで、まあ四日市のお祭り男と呼ばれてます。まあ、あんまり喋ってる時間ないんで、はい、ですね、今まで出演された方の曲っていうのはね、皆さん聞いたことがある曲だなと思うんですけど、ここからはですね、皆さんの聞いたことのないですね、未知の世界なんですね。表に出なかったそんな歌をね、いきたいと思います。まず最初の曲がですね、1973年のですね、ある出来事がありました。それはですね、この辺でですね、吉本新喜劇とかね、ああいうのは土曜日のお昼やってるんですけど、関東の方ではですね、デンさん率いるデンスケ劇団さんっていうのがね、土曜日のお昼お茶の間にぎわしてたんで、そのデンさん率いるデンスケ劇団が解散したのは1973年の4月10日でした。その最後の公演をですね、見て感じたことを聞いたことが曲になった歌、デンさんに捧げる歌です。響く